だって今回の日米共同声明の中身はさ、うんうん、もう大半は軍事同盟の話ですよ。で、しかも安倍さんの言ってる話とほとんど同じですよ、うん、シームレスなあの統合とかね、グローバルなパートナーシップとかさ、要するに世界中どこでもアメリカ軍の下で一生懸命あの動いていきますよっていうことを表明したわけじゃないですか。でどんどん防衛費を倍増していくのを歓迎されてるわけです。で国賓扱いになって、そうです、で気分がいいわけでしょ、うん、だから前から言ってるけど、うん、その日本の今の財務省はインフレ課税路線で、うん、でどんどんこの円安インフレを放置して、うん、で結果としてどん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 円安インフレだと企業は儲かると、うん、大手企業は、うん、だけど中小企業や一般庶民はインフレで非常に苦しくなると、うん、で防衛費をこうどんどんそういう形で金融政策、金融緩和はもう防衛費を倍増するためにこれを支える政策になってるっていうことだと思います、現実としてはもういい加減にしてほしい。でももう庶民の生活は、うん、と苦しい、めちゃくちゃ苦しくなって、でしかもね、介護保険料も電気代もガス代もみんな上がっていく、その通り、うん、でこれをこのもう投機マネーが足元を見て、うん、もう、うん、岸田首相も上田日銀総裁も完全に舐められてる状態になってると思います、うん、で、うん、投機マネーっていうのはどういう投機筋っていうかファンド系のあれが円安を誘導したり、今国債の売りをまた入ってきてるから、これがねすごく象徴的なのは、あの日銀総裁が国会で利上げをするよって発言をした瞬間にバーッと円安になるわけ。普通は利上げしたら円高になるはずなんですよ、うんうん、ところが円がたあの、うん、金利を上げるぞと言った瞬間に、うん、んなものできるわけねえだろうつって、うん、逆に円安にバーッとなるわけ。これはマイナス金利の解除の時も同じことが起きたんです。マイナス金利の解除の時、うん、1ドル150円突破したんですよ。で、うん、要するに上田日銀総裁は相当舐められてるのに、うん、日本のメディアはさ、うん、これをあの上田日銀総裁はなかなかで、うん、そのソフトランディングにうまくいってるって、ソフトランディングにうまくいってんじゃない、舐められてんだ完全に。でおまけにあのアメリカに、うん、あの岸田首相が訪問した途端に留守だから、うん、もうどうせ介入はできねえだろう、うん、と踏んで、うん、1ドル153円まで来ちゃったわけ、はい、どん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 円安になるから、うん、何が起きるかっていうと、このまま行くと悪循環で破綻していくしかないんだわ。でどういうことかっていうとね、うん、あの武器を爆買いするじゃないですか、はい、それから防衛費の倍増をやると、はい、どんどん足りなくなるわけじゃないですか、うん、円安インフレになれば、うん、はい、足んなくなる、うん、そうするとそれをまた、うん、財政赤字を拡大して、うん、防衛費を増大させようとすると、うん、また金融緩和で支えなきゃいけないから、うん、円安インフレが続くわけじゃないですか、うん、そうするとまた防衛費が上がっていくわけですよ、うん、値上げ、うんうん、だからそうやって悪循環でずっとやって財政が非常に悪い状態の中で、それから教育費だとか社会保障費とかそういうの出せなくなっていくわけですよ、うんうん、でも武器の爆買いとか防衛費の倍増とかやめなきゃダメなんだよ。それやめない限り、やめない限りこうやって円安でさ、うん、無理くりすっごい勢いで防衛費だけ倍増してるわけじゃないですか、うんうん、でこれをネタにしてもう金融緩和で支えるわけじゃないですか、はいはい、もう戦前と同じことやってるわけですよ。金融緩和まだ支持してる人いるけど、そういうことが実態としては起きてるわけですよ。でもこう介入してもダメだし、介入しなくてもダメっていう話、これは。だから防衛費をこんだけ伸ばしていく政策をやる限り、金融緩和続けなきゃいけないっていうのを足元見られてるわけ。だから根本的な政策を展開しなきゃいけないのに、うん、岸田さんアメリカ行ってリップサービスしてどんどん爆買いします、うん、トランプになったらもっと買いますみたいな、うん、そういうことやってる限り、この状態の悪循環からは抜け出られないってことです。日本の経済が防衛費が足かせになって、うまくいかないっていう話、これ。そうそう。だこんなものは身の丈に合ってない防衛費の増大なんか無理なんだよ。今までも相当無理をしてんのに、さらに今ローンで10年でローンする政策にも変えちゃったわけでしょ、法律も。永遠に防衛費を増大させる政策をやっていて、それで岸田さんは国内の支持はどんどん下がって、裏金もどんでもないけど、アメリカの支持を得れば自分は政権が延命できるっていうんで、アメリカに武器をたくさん買いますよって約束をバンバンしてるわけですよ。日本という国は何はともあれアメリカの支持がなければ通用しないんじゃ
ではないかって、自民党的にはね。政府が、まあ、今の政府が思ってるって。思っていて、それで今、アメリカ行ってやってるわけだから、うん、この政策をやってる限り、金融緩和をずっと続けざるを得ないから、うん、足元を見られて、投機マネーがどん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 こういう形で、円安を誘導したり、国債を売り浴びせたりっていうことが常に起こりうるっていう状態になってる。米国のバイデン大統領にとってはですね、まあ、3回、防衛費増ということで岸田総理にですね、まあ、説得をして、そこで成功したということで、まあ、非常に、このご褒美という感じの、まあ、ご訪問かなという感じを私はしているわけでございます。さらにですね、まあ、財務省にとってもですね、この43兆円という防衛費増、これはかなりですね、まあ、負担でいろんなところからこの財源を集めていっているということですし、まだ増税といっても増税の時期も決まっていない、まあ、そういう状況であるし、まあ、一方ではですね、子ども子育てのサポートへのですね、対応として 3.6 兆円というような、まあ、そういったこの事業をやるためのこのお金をですね、またここで防衛増税の負担とは別にですね、様々に使って、まあ、作っていかなきゃいけないということで、まあ、これは大変な状況なのかなと私も個人的には大臣に同情を申し上げるんですけども、去年の12月に私台湾に訪問しまして、で台湾で、まあ、国民党さんやですね、民進党さんのですね、関係者を含めて、まあ、レベルの高い方も含めてお会いさせていただいたんですね。まあ、その時に、ある方から言われたのはですね、この台湾危機とかあるいは台湾有事ってよく言われるけど、台湾の国民において非常な危機感でもう怯えていて大変だと思っている人は一人もいません、私たちは中国政府といつもいろんなパイプを通じてですね、交渉なりいろんな交渉はですね、やってきているんだと。だからそれなりに私たちは中国との関係は、まあ、しっかりと、まあ、持っていると考えているし、中国もですね、台湾を焼け野原にしてですね、そこで、支配するようなことは彼らも考えていないと。ただ気をつけていかなきゃいけないのは、このアメリカの軍需産業を中心にですね、商売というかですね、ビジネス関係で、まあ、武器をもっともっと需要を高めると、そういった意味で日本とかあるいは韓国とかあるいは台湾とかフィリピンとか、まあ、こういう国々を含めてですね、様々な国に武器の購入を働きかけている、まあ、そういう勢力がいるんで、まあ、そこにですね、日本も尻馬に乗るようなことは避けてほしいということを言われました。末松先生は外交官でいらっしゃいましたので、そうした外交のいろいろなこの分析、それは私などよりずっと高いレベルで分析をされていると思いますが、さまざまな意見があるということは、これはしっかりお聞きをすることが大切だと思います。まあ、そういう、まあ、防衛増税43兆円とかですね、このそういったことで、まあ、さまざまなしわ寄せが起きているというのは先ほど申し上げましたけれども、私もですね、選挙区を中心に、まあ、いろんなこのお宅を訪問したりしているとですね、高齢女性の方からもたくさんいろいろと話を聞いてですね、まあ、その高齢女性の方はですね、今の年金の仕組みのマクロ経済スライドでですね、だんだん年金が下がってきていると、まあ、さらにですね、この家っていうのは持ってるんだけど、ご主人が亡くなってですね、年金額が、まあ、もらっていた額の5割から6割ぐらいになって、まあ、減額されてしまったとか、まあ、家を売ればいいんだけど、売るとですね、自分が住むところがないと、なんとかそこは年金額を増やしてくれないかということを、まあ、散々聞いてきたんですね。まあ、そういうふうなこの地元の体験からですね、まあ、日銀の総裁にも呼んでですね、日銀の、まあ、34兆円ぐらいあるんですか、含み資産とか、まあ、そういったことに、このなんとかそこを財源にしてやっていけないかということで、まあ、日銀の方に聞いたんですけども、まあ、日銀は当然政策決定会合で、そういった含み資産とかあるいは配当金ですね、配当金について、まあ、決定はするけども、その内容については、まあ、当然政府の意向があるということになったわけであります。まあ、これは当然の話なんですけども、ここでですね、ETF の、まあ、分配金つまり配当金ですね、これが 1.1 兆円あるわけですね。これをですね、まあ、もちろんこの当期の剰余金というのは 2.1 兆円あって、これはまあそのまま国庫納付という形に、すればいいんでしょうけど、
この配当金については毎年そういった配当金が出るわけですから、ここを当てにしてですね、ETF のまあ配当金のまあ分配金ね、1.1 兆円を年金受給者にこれを還元できないかということで、まあ、書いたのはこの資料1でございます。具体的に言うとですね、マクロ経済スライドの実質目減り分が 0.4% マイナスでありますから、まあ、そこをですね、まあ、補填するということで、これはモデル世帯で考えているんですけども、まあ、給付金を、まあ、2000億円使ってですね、そうなると計算によると、まあ、世帯あたり月に、国民年金は300円、厚生年金は月に950円、これを増加することができると。で、一方ですね、私がですね、まあ、メインに考えていた、この国民年金、あるいは基礎年金というんですかね、の1回部分だけ受給されてない方、まあ、これが今696万人いますけども、まあ、この方々、まあ、もともと大体月に、まあ、満額で 6.6 万円ぐらいいただいているわけなんですけども、まあ、それではなかなか生活ができない、まあ、その方々にですね、この低所得の高齢者の方々に、まあ、9000億円というのを使うとですね、まあ、個人個人で、月で定額1万円これは増加することができると、計算をいたしました。現状におきまして、日銀が保有する ETF の分配金収入は、まあ、一旦日銀の収入となった上で、法律上の納付義務規定に基づき、日銀から国への国庫納付金の一部として、まあ、一般会計に計上されておりまして、国の一般財源として活用されております。この国の一般財源をこの年金の上乗せに使うかどうかということ、これはもう政策判断によるものだと思いますけれども、仮にこうした先生ご提案の給付を行うのであれば、今まで一般財源として使っていたものが、まあ、その分使えなくなるわけでありますから、他に使っていたものが新たに安定的な財源が必要になることになるわけでありまして、やはり国債に頼るということの可能性もまた出てくるわけでありまして、慎重な検討を要すると考えております。まあ、そのご答弁は私も予想してたんですけども、まあ、結局政策判断ですから、今の与党が何をこの中心に政策をこの判断するかということで、例えば先ほどの防衛費負担の増大についてもですね、そういう米国のこの要求というか、それに私から見たら屈した感じで5兆円毎年毎年防衛費も5兆円ほど増大していくと、これを政策判断をしたと。そして他のですね、社会保障とかそういった費用がですね、どんどん、厳しくなって、そしてまた国債もまた使っていかなきゃいけない、そういう判断、これは結局、今度の次回の総選挙でですね、国民がどうそれを判断していくかということではあると思うんですけども、本当にこの日本のですね、その防衛費、私外交官出身なんで、その防衛の重要性もよく分かってるんですけども、そういった中でまるまるアメリカのそういった防衛負担を飲むかということについて、我々は別の判断をしておりますので、そういったことにはまた別の議論が必要かと思いますけれども、この今度は外為特会の話ですね、これがですね、今だいたい令和5年3月末のですね、外貨資産がですね、169.7 兆円、これをこのうちですね、同じような今の文脈なんですけども、1兆円でもですね、年金のサポートに回せば年金の支援が倍額の支援になるということで、こういうことも重要だと思ってますし、政府としてもですね、外為特会にはなかなか慎重でですね、なかなか利用しないと。でもさっきの国会論議の中でですね、政府としても平成からですね、だいたい50兆円ぐらいは時々のですね、政策課題に使用してきたということだと思います。この外為特会についてもですね、国民の老後の安定とか、子ども子育てのサポートとか、この外為特会の若干の部分をですね、活用していくというようなお考えはいかがでしょうか。鈴木財務大臣。外為特会が保有する外貨資産は、これは外国為替相場の安定を目的として、将来の為替介入などに備えて保有しているものでありますが、
為替市場の取引高等に照らして考えてみますと、我が国の外貨準備は決して課題とは言えない水準であります。また地政学上の問題とか、それから金融資本市場の変動などのリスクが指摘されています。昨今におきましては、たとえ一部であっても財源確保のために外貨準備を取り崩すことは適当ではないと考えております。また財源確保のために準備しております外貨を円価に変えるのは、実質的に外貨売り円買いの為替行為そのものでありまして、為替介入は G7 等での国際的な合意において過度な変動や無秩序な動きへの対応のために行われることとされておりまして、この面から見ても財源確保のために外貨準備を取り崩すことは適当ではないと考えております。防衛費負担の増でですね、1.9 兆円を確か外為特会を使ったと思うんですけど、それは剰余金から使ったと。その通りでございます。剰余金から使ったと。私が言いたいのは、そういうこの剰余金含めてですね、今の与党の政策の順番に従って使っているんでしょうけども、防衛費を使ったというのは私は過去聞いたことがないんですよね。だからそういうことについても結構柔軟にですね、今剰余金だけですけども、私が申し上げたのはそのこの 169.9 兆円程度のですね、そういった外貨準備のですね、これも取り崩して、若干部分を取り崩せばかなり予算的にはこの楽になるんじゃないかと思うわけでございます。先ほどですね、大臣の方で、この日本の外貨準備はそんなに大きくないと言ってますけども、この資料3を見るとですね、この G7 でもこの 1.25 兆ドルということはですね、他の国の外貨準備についてこれは突出してるんじゃないですか。この生の数値だけで、比べるというよりもですね、やはり為替市場の取引高などに照らして考えますと、我が国の外貨準備というものは課題とは言えないと。でもこれは突出はしてますよね。他の国がそういった、ね、外貨のやり取りをですね、本当にこれは日本だけは特別大きな取引をしているわけじゃないと思うんですね。それと同時にですね、今米国のですね、この米国債を売るっていうのは、米国との関係もあってですね、なかなか売却しづらいという話もよくいろんなところで聞きますし、実質的には米国のですね、許可がないとなかなか売れないんじゃないかと、こういうふうな指摘もあるんですけど、将来の外国為替等の売買等に備えた運用を行っておりまして、米国との関係で売却できないといったことはないということでございます。大臣が明確に否定されたわけですね。でも結構この中国なんかですね、米国債をかなり売ってきたわけですけども、日本がほとんど売ってきてない、こういう事情はなんていうか、そういう裏事情もあるということに、と指摘する人が多いんです。